チェロソナタ第1番派単調作品32は、カミーユ・サン・サーンスによる1番目のチェロソナタである。サン・サーンスが充実した作品を数多く生み出していた時期である1872年に書か,かれ、同年の12月7日に国民音楽協会の演奏会において初演された。翌1873年には出版され、友人のチェロ奏者、ジュール・ベルナール・ラ・セールに検定された。 力強い響きや情熱的な表現が多く、破綻調という調整も相まって、サンサーンスには珍しくベートーベンを思わせる、瞬間な印象を与える作品である。アレグロ、破綻調、3、4拍子。そなた形式。助奏はなく、ピアノとチェロのユニゾンで、第一主題が武骨に提示される。第二主題は、変に蝶々で出る。 アンダンテ・トランクイロ・ソステヌート、ヘンホ・チ長・四チ4、4拍子。三部形式。緩やかな16部音符のスタッカートに乗って穏やかな、旋律が歌われる。主部が再現される際には32部音符のパッセージが、絡みつく。アレグル・モデラート、破綻調、2、4拍子。ロンド形式。ピアノが終始無窮動的に動く、情熱と焦燥にあふれたフィナーレ。原稿の、 第三楽章は初演の際とは異なるものである。シャルル・マリー・ビドールによると、初演が成功に終わった後、サン・サーンスは客席にいた母に、フィナーレが気に入らないと言われ、新しく書き直したという。ありがとうございます。